い、こんにちは、レイセンです。今日は7月14日火曜日になります。絶食821日目、1から2リッター絶食は21日目です。天気は雨、現在時刻は午前7時50分のところです。今日は直売所のスイカとあとプラムですね、でやっていこうと思っています。絶食821日目、始めていきます。今日もフレッシュジュース作っていきます。スイカ、これね、この大きさで使うのは4分の1ですね。そしたら切っていきます。これ4分の1カットです。これで 2054g ですね。そしたら始めていきます。切ってきました。これですね、とあとここ、まあ、昨日と同じぐらいの量は作れるんじゃないかな。赤いとこだけ、1430ってとこですね。したら飲んできます。水入れていきます。神社の井戸水を500、したら飲んできます。まだ朝だけど次入れていきます。カゴメグリーンスムージーを250、まあ、今日 3.5 ギリギリだな。でいくと思う。で、メラク有機豆乳を250で、香辛料、粉唐辛子を9回で、七味を9回と、ブラックペッパーを9回したら飲んできます。あと洗濯物干してきます。水入れてきます。神社の井戸水を500したら飲んできます。次プラム、1パックで 503g ですね。これで作っていきます。で、いつもは種取ってたんだけど、まあ、今日はちょっと種取らずにそのままここに入れちゃうんで、あんまり高速でたくさん回したりしなければ大丈夫だと思うけどな。で、種が入ってるもんでその分かさがね増えちゃうんだよね。だいたい450ってところじゃないかな。この種が割と包丁で取り出すのがめんどくさい、手間だもんで、450ってことで飲んでいきます。で、次入れていきます。バレンシアーナを250、メラク有機豆乳を250、あと香辛料も入れてきます。次入れていきます。カゴメグリーンスムージーを250、これで3400ぐらいかな。で、有機豆乳を250、あと香辛料も入れていきます。おはようございます。今午前7時43分ぐらいですね。そしたらウイロリ2回やってから体重測定入っていきます。
ウエスト測っていきます。正面、側面、背中 63.8 ってとこですね。血圧測っていきます。105-79です。で、今日の結果報告です。今日は天気雨時々曇りですね。睡眠時間は4時間半ほどとってます。夜中深夜0時から4時半までの4時間半です。かなりあやふやってが適当なんで、また確認します。ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなし。日中の室内温度午前7時半頃計測で26度、湿度は 70% でした。飲んだもの、野菜ジュースが 500ml、 豆乳は 750ml、 果物ジュースは 250、 果汁、スイカ、普通のタイプのスイカだね、 2054g で 1430ml と、プラム、これね、いつも買ってるプラムとは違うんだわ。あの、買ってる場所が違うっていうのか、お店が違うんだけど、 503g で 450ml、 合わせて 2557g で 1880ml ですね。なので、2.6 キロで1880です。水は1200になります。合計が 4580ml。水1200のため、実質は 3380ml です。なので、今日は 3.38 リッター絶食です。うん。まあ、このぐらいなら全然 OK だね。塩ぬちます2グラム。ターメリックは 0.2 グラム。香辛料は3回入れてます。尿回数16回出てて、濃さは薄め。あと完全無色。量は平均的な量と少し少ない時がありました。大便が今日1回出てます。正午12時頃、脳褐色でソフトクリーム状300ミリぐらい。ニュールーっとしたやつだね。とか、ちょっとブチブチっとした感じとか。が300ミリぐらい、大体だけどね。割とたくさん出た。柔らかめで匂いはなしです。おならほとんどなしで匂いはなし。今日はね、ほとんどないね。本当にほとんどない。今日の計測時刻は午前8時頃に計測してます。昨日よりも1時間ほど遅いですね。まあ 0.1 キロぐらい減ってることになります。体重 54.25 キロ。昨日に比べて 0.35 キロの減少です。なんで昨日と同じ時間に測ったら 0.25 キロの減少ですね。それでも割と多い。BMI が 17.1 でマイナス 0.1。体脂肪率は 10.3% で 0.6% の増加です。なんで今日体重ドーンと落ちてるんだけど、体脂肪率はドーンと上がってるんだよ。よくわかんない、なんだろう、プラムかな。血圧105-79、最高血圧プラス4、最低血圧プラス7なんで、血圧微妙に上がってますね。でもね、3回測って、まあ大体1回目はね、変な数字出やすいもんで、2回目と3回目を採用することが多いんだけど、2回目測ったら95だったんで、最高血圧で。95-73だったんだよね。で、3回目が105-79だったんだよ。なんで、95から105の間でね、ばらつきがあるっていうか、まあ誤差だね、これ。多分まあ100ぐらいってとこですね。まあそうやって考えると、血圧はまあ変わってないかなっていうところです。脈拍60でマイナス4、ウエスト 63.8センチで6ミリの減少です。なんで今日体重も割と落ちてるけど、ウエストもかなり細くなってますね。今日の気づき、今日はあの直売所で買ったスイカで、普通のタイプだね、普通のスイカを試してます。結果としてはね、ダメだった普通にまあ同じっていうか、調子悪くなる、お腹の調子も悪くなるし、あのずーんと体がだるくなる感じっていうのかな、もう出るし、あとなんか変な味がするんだよね。微妙に変な味がするんだわ、奥の方にっていうのかな、なんか普通の自然界の味じゃない味っていうのかな、うん、明らかに、いや、まあ農薬だろうな、間違いなく、なんか化学物質系の妙な嫌な味っていうのかながね、奥の方にちょっとあるんだよ。で、なんか舌の表面もちょっとおかしくなるっていうのかな、良くないね、な、調子悪くなるもんで、やっぱ作り手、農家さんの技術とか、技術っていうか、まあ心の問題かもしれないよね、精神の問題かもしれないよね、その作物を育てるっていうことに対してのその精神的な立ち位置っていうのかな、心構えとかさ、そういうのだと思うんだけどな。少なくともここの直売所の農家さんはあんまりいい作り方をしてないっていうか、うん、体に悪い果物ができちゃってるっていう、そんな感じ。あとね、ここ親指と人差し指の間のここの部分だね、ここの部分がね、この直売所のスイカを取るようになってから硬くなってんだわ。凝るようになっているっていうのかな。ここは凝ってきてすごく痛くなってるっていうのかな。直売所のスイカを取るようになってからね。不思議なもんで。なんでね、体悪くなってんだよ。
間違いなく。あ、まずいね、ああいう、やっぱ農薬の入ったものはね、取らない方がいいな。取ると体悪くするね、間違いなく悪くするね。まあ味もおかしいし、お腹の調子も悪くなるし、体もズーンとするから分かると思う、絶食してるとね、普通の食事とってたら気づかないかもしれない、まあ鈍感になっちゃっててね。で、あとプラム、今日試したプラムはね、この間まで買ってたプラムはピアゴで買ってるんだよ。で、それはね、美味しかったんだわ。美味しいし、エネルギーもあったりしたんだけど、今日のプラムはね、違うところで買ってるんだよ。違う店で。で、取ってみたらね、美味しくない。甘くないんだよ、まず。もう酸っぱいだけって感じだったね。で、エネルギーもあんまないし、こんなに違うのかと思った。味がもう雲泥の差なんだよ。見た目は同じ、まあスイカも同じ、ほどそうだよね。スイカもピアゴで買ったスイカは良かったんだよ、でも直売所で買ったスイカはそうやって農薬がたくさん入ってて、で調子悪くなっちゃったんだよね。でピアゴで買ったプラムも美味しかったんだよ。でエネルギーもあったんだよ。で体の調子も良かったんだよ。で今回違うところで買ったプラムだね。それ取ったら味もまずいし、なんかね微妙に調子悪くなったね。調子悪いってとこまでいかないんだけど、微妙になんか気持ち悪いまでいかないけど、なんかちょっといまいちみたいな感じっていうのかな、そんな風になった。やばいね。なんでやっぱ買う場所だな。お店どこで買うか結構重要かもしれないね。うちの近くのピアゴは並べる商品を仕入れる人が優秀なのかもしれない。舌がちゃんとしっかりしてて、あ、ここのやつなら大丈夫っていうのがよくわかってるのかもしれないね。作るのが上手な農家さんを見極めるのがうまいっていうのかな、そういうことかもしれない。なのでピアゴのやつはねいいんだわ。まあ値段ちょっと高いんだけど、でもね体がおかしくならないっていうかな、お腹の状態が悪くならなかったり、国産のね日本で作られた果物に関しては今のところピアゴで買った分には良かった。どれもどこで買うかは大事だな。で明日はまあスイカが残ってるもんで1/4で、果物もないもんで他には、スイカ以外もなくなったもんで、いちごラズベリーだね、あれが7月24日が賞味期限だったかな。でまだ残ってるもんで、まあ、それを消化しちゃおうと思います。なんで明日からはしばらくそれいちごラズベリーを取って消化する。あとは豆花ミックスと豆芽ミックスだね、これでやっていこうと思っています。でユータ離脱に関しては今日は特に進展なし。やっぱ波があるな、間違いなく。なんかいい感じにできる時と全然できない時とあるね。今日は全然できない時だったんだよ。なかなか深く入っていかないっていうか、集中も続かないっていうか、そんな感じだったんだわ。ただしちょっと突破口が見えたかもしれないっていうのがあって、あ、こういう風な感じでちょっと進めてみようかなっていうのがふっと湧いたんだよね。また調子よかったらフィードバックします、今はまだ話さないけど。そしたら絶食821日目完了です。それではまた明日。